皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日は先日に引き続きましてですね、弊社から発売が決定しました DVD のご紹介からさせていただきます。大西さんの DVD に続いてですね、こちらになります。伊藤正隆さんという、ね、方の DVD になります。この方はですね、数億円規模の債務を引き継いで社員をクビにせず企業を再建した男としてですね、企業再建の神様と呼んでいます。でですね、この伊藤さんという方なんですけども、名称一部上場のですね、岡谷工機の社員さんでしたね。で、90年代かな、新潟支店長になって、その後はグループ会社の岡谷スチールという会社の再建を行いました。そして取引先であるですね、上越市にある金谷慎太郎商店、まあ、ここがちょっと経営難だということで、この伊藤さんにですね、白羽の矢が立ちまして、再建に乗り出したわけです。その時がもうすでに数億円規模の債務もありました。それをあえて引き継いでですね、会社構成法も使わずに、社員もクビにせず、3年半ぐらいで、再建したというこの伊藤さんなんですね。まあ、この伊藤マジックの秘密はこの DVD 一本に収められているということです。ぜひ皆さんもご覧ください。さて、今日のですね、動画ブログですけども、企業再建のコツとはというテーマでお伝えいたします。先ほどの伊藤さんのお話になります。私が事務局を務める若手経営者とか組織のリーダーを育成する伊藤会という異業種勉強会があります。先日の例会でですね、伊藤会の会長である伊藤正隆さんの講演会を開催いたしました。とは言ってもですね、海外向けの講演でしたので、一般の方、まあ、海外の方は参加できないというものでした。私が伊藤さんの講演を初めて聞いたのがですね、今から約3年半前のことです。新潟県の上越市というところで倒産した会社を会社構成法を使わずに負債を引き継いで3年半で再建した、まあ、このようなですね、敏腕経営者がいるという情報が耳に入ったわけです。それが伊藤さんでした。新潟市で伊藤さんの講演会があったので、早速私は参加しました。これが伊藤さんとの出会いです。まあ、この時はですね、私が一方的に伊藤さんを知っているというだけだったわけです。それから約1年ほど経った頃ですね、ある人を介して伊藤さんを紹介されたわけです。何でも伊藤さんがですね、若手経営者とかリーダーを育成する異業種勉強会を立ち上げるということで、ぜひ私にも参加してほしいということを言われました。で、私は即決で参加することを決めました。そしてですね、2010年の10月、異業種勉強会の伊藤会が発足したわけです。その次の年、2011年の6月にですね、弊社主催で伊藤さんの講演会、諦めるな必ず再建できるという演題で講演を開催いたしました。この時は定員がわずか20名だったんですね。少人数講演会でしたが、告知後ですね、すぐに満席になりました。先日行われた伊藤さんの講演はですね、それ以来ということになります。実に1年半以上は経ってますよね。私は伊藤さんの講演を聞くのは3回目毎回ですね、講演の内容が具体的になって、どんどん濃くなっています。まあ、それがですね、明確に分かりました。またですね、分かりやすさ、これもですね、どんどん増していました。やはりかつての敏腕経営者は今も健在だということです。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。伊藤さんは愛知県長与市に本社のある岡谷工機株式会社という名称一部上場企業に勤められていました。その間、岡谷工機の新潟支店長、そしてグループ会社である岡谷スチールの社長、さらにですね、新潟県上越市にあった取引先である金谷慎太郎商店の社長として活躍されました。特にこの岡谷スチールと金谷慎太郎商店は伊藤さんが出向してですね、社長として再建に尽力したと。
ここで岡谷工機という会社のね、ちょっと説明をしたいと思うんですけども、昔からですね、この取引先が経難になると再建を支援してきたそうなんですね。ですから金谷慎太郎商店のような会社、要はこう支援、ね、を受けている会社は、岡谷工機の地元である名古屋はもちろんのこと、北海道、北陸、大阪、九州なども全国にあるそうなんです。岡谷工機はですね、大きな会社であるにもかかわらず、取引先とはね、ドライな付き合いではなくウィットな付き合いを大切にしてきたそうなんですね。その理由なんですけども、岡谷工機は、岡谷家の会社、要は岡谷さんの会社なんですね。で、今の社長で実に16代目なんです。ですから大企業にありがちなサラリーマン社長ではないということです。代々伝統を受け継いでるということです。創業200年以上で、今も創業者の血を引く人が経営者で、さらに健全経営の会社しか加盟できないというのに、エノキアン協会というのがあるんですね。これはフランスに本部があります。岡谷工機はこのエノキアン協会にも加盟しています。さて、伊藤さんは金谷慎太郎商店の再建で様々なことを行いました。例えば、社長である伊藤さん自ら販売先、要はお客さんを訪問した。しかも定期的にです。これにはですね、経営上の大きな理由もあったわけです。その理由とは、販売先の財務状況。これはね、なかなか聞き出せないとは言ってましたけども、社長の能力とか人格、性格などのチェックをするためです。そして、経営状態の悪い会社は販売を断ったそうです。これはですね、できそうでなかなかできないことです。ですから、1年で売上は全体の 25% マイナスに当たる10億円のマイナスになりました。さらに伊藤さんは新潟でも有名な最大手の企業との取引も断っているわけなんです。断った理由は簡単です。先方の担当者がですね、あまりにも財務などの数字に弱かった、これが理由だそうです。それからしばらく経って、この会社はなんと倒産してしまいました。このように経営者自ら販売先、いわゆるお客様のところに出向くことによって、販売先の見直しを行うことができます。また、販売先も購入先の経営者がわざわざ出向いてくれるということで悪い気はしません。むしろそれだけ大切にされていると感じるに違いないでしょう。不況時こそ経営者や経営幹部は自らお客様の訪問や営業を行うべきです。福岡市にある有限会社武士道マネジメントの浜本勝也さんはこう言ってますね。社長は月に400時間お客様を回れと。徹底した現場主義です。経営者自らがお客様を訪問すれば必ず成果は上がります。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。